はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は、ラーメンをね自宅で作っていこうと思っております。もうねこの動画を公開するときは2021年になってると思うんですけど、今日は2020年12月の29日ということで、年末に向けてね、年越しラーメンを作っていこうと思っております。で、今回ね使う食材はもう年末スペシャルなので、金華豚と青森シャムロックの2つを使ってラーメンを作っていこうと思っております。今回のねスープは今日と明日と、2日間炊いて作っていきますんで、動画ね淡々とポンポンとカットしてって、作っていこうと思います。それでは早速調理に取り掛かります。まずはじめに今日やる作業が、豚骨を煮ていこうと思うんですけど、今回用意した豚骨が、こちらのね原骨2キロと背ガラ1キロですね。こちらの2種類の豚の骨をまず下茹でしていきます。はい、いってらっしゃい。熱いね。はいはいと、手柄と、はい、OK。じゃあこちらを一旦ね下茹でしていきます。あっちぜ。はい、こんな感じで OK かな。ガラをザルに移していきます。よいしょ。そしたらこちらのガラをね、血合いとか臭みになる部分をよく洗い流してから、これね見えるかな、昨晩から水出しで仕込んであるこの昆布水の方にガラを入れていきます。よいしょ。いや、手冷たい。よいしょ。これで最後と。はい、OK。はい、ということで今こんな感じでね、鍋の方にガラすべて洗って入れ終わりました。ここからね野菜を入れていきましょう。まずは臭み取り用のネギ、青い部分ですね、こちら2本分と、こちらも、臭み取り用の生姜とで最後にあの原骨のね、尖りというか動物系の強さをまろやかにするために玉ねぎを2つ入れていきます。よいしょよいしょと。で、この状態でね、今火をかけまして、アクを取りながら約10時間ぐらいかな、92度前後ぐらいで、炊いていきたいと思います。ということで、ただいまね、スープの方、温度、今92度を維持しながら、アク取っております。骨の方は出汁がね、出るまでかなり時間かかるので、このまま、スープをね、あまり混ぜないようにアクだけ取りながら炊き続けたいと思います。で、その間にね、醤油、塩の返しを2種類作っていきたいと思います。まず1種類目がお醤油ですね。まずはお水を100と。で、今回はねこちら日本一醤油の濃い口醤油ですね、これを400と、はい、で酒を40と。こちらも火にかけていきます。これで醤油の火入れも OK かな。昆布熱いね、これ熱いね。で、こちらの返しね、今回は濃い口醤油使ってるんで、角を取るために昆布と風味付けのためにこちらの干し椎茸も入れていきます。そしたら、これで1日寝かして、醤油の返しの方は完成でございます。で、実際にね、ラーメンを作る際は、この醤油プラス、再仕込みの醤油を加えて、2種類の醤油を使って、醤油ラーメンを作っていきます。熱くね、これ。まずは塩だれなんですけれども、こちらの方も昨日からね、昆布で出汁を取った昆布水を使っております。まずはこれ、火にかけてと。で、今回ね、こちらのぬちマースを使って、よいしょ、500g の、昆布水に、50g の塩を入れていきます。よっ。で、そこにこちらの白醤油を約 50cc ほど入れていきます。そしたらこの塩がね、すべて溶けきるまで火入れをしていきたいと思います。よいしょ。OK かな。
そしたらまたこちら器に移しましてと、うん、よし。で最後この完成した塩だれの中に、よいしょ、干し貝柱入れていきたいと思います。熱いんだよなこれ入れるの。熱いな熱いな。ほいっと。そしたらこの塩だれもね、1日ほど寝かせてホタテの出汁を出して完成となります。返し OK と。熱い、めっちゃ熱い。乾杯。そしたら今ね、麺30分ほど寝かせ終わりましたんで、これ封開けていきましょう。まずはこちらね、全粒粉混ぜてない方ですね。うん、いい感じ。そしたらまずね、この生地を半分に切っていきます。よし、 OK。 そしたら一旦この麺体を伸ばしてと。はい、はい、よいしょよいしょ。はい、と、製麺機の登場でございますと。そしたらまず圧延って言ってね、これローラーの方で圧をかけて生地を伸ばしていきます。ボロボロじゃん、生地が全然まとまってないね。よいしょ。でこれね、伸ばした生地を合わせてと。こっちこっと、ほい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 、よいしょ。おー、麺できてきたね。麺短っ。いや、これ製麺ってむずいな。いや、製麺むずい。なんとかね、今できた3玉にちょっとね、打ち粉まぶしてジップロックに保存します。とりあえず3玉完成。むずよいしょ。熱い、熱いと。よいしょよいしょと。 OK。 よいしょよいしょと。 OK。 あー大変。いや、製麺って大変だね。はい、オッケー。よし。はぁ、やっとできた麺。こんな感じ。ただね、やっぱりズブの素人の素人なんで、マジでね、ロスが多かったわ。全然できない。そしたら、こちらの麺は一晩寝かしておきます。続いては、こちらの全粒粉なんですけど、いやー、さっきのからね、うまくいくか心配だね。まあ、完全にあの袋入れてからね、多分生地まとめるのがね、弱かったね。やっぱ割れてたから、加水もね、気持ち低めなのもあって、麺とかが割れちゃってたんでね、ローラーに入れた時にすげえバラバラになった。こっちは大丈夫かな、心配だよ。あ、でもやっぱりさっきに比べるとね、かなりまとまってるな生地が。したらまた同じように生地伸ばしていきます。あ、全然ダメかも。ボロボロだ。パラパラすぎてね、生地になってないね。なってないね。やっぱりこれ生地をまとめるときに加圧が足んなかったっぽいですね。いやー、これ製麺はもっと勉強しないとダメだね。やっぱ触った感触も全然違うわ、麺の質感が。これ茹でたらちぎれる気がすんな。大丈夫かな。今日ね、こうやって麺打ってて思うけど、マジでね、粉だらけになるし、家で製麺はね、するもんじゃないね。やべえわ。はい、ラスト。ラスト、大丈夫かこれ。これ、大丈夫。ああ、熱い。汗かいてきた。あ、でもこっちはいい感じかも。あ、いい感じだね。あ、でもなんか水の混ぜ方も違かったのかな。こっちの生地の方がね、粘りがあるんで楽しい。
めっちゃ楽しい。よいしょ。よし。そしたらこれ圧線ラストだね。よいしょっと。イケイ。きたきた。うわ、ダメだね。いや、ダメだね、これ。今日の製麺ね、自分で言うのもなんだけど、ひっどいわ、これ。よっしゃー。うわー、できたー。はい、ということで、今ね、麺、打ち終わりました。疲れた。今、すべて麺、打ち終わりまして、スープ、あとね、今日まだ4時間炊かなきゃいけないので、今日のところはこのまま動画を終了して、明日また作りたいと思います。それでは、また明日。はい、ということで2日目になりました。今日はね、お肉の方入れていきましょう。まずはこちら、青森シャモロック、1羽、丸鶏丸ごと入れていきましょう。よいしょ。足が入らんて。まあ溶けたら入るんでしょう。で、続いてこちらですね、平田牧場さんの、金華豚、肩ロースでございます。今回はこちらのお肉を2キロほどね用意したので、これも全部入れていきましょう。2キロ、ドンとよっしゃ。全然入りきらん。温度計と。そしたら今日もね、こちらを約90度ぐらいの目安で、炊いていきたいと思います。うまくなってくれ。はい、で今ね、昨日の製麺がめちゃめちゃ悔しかったので、再度製麺しております。よいしょ。お、なんか今日は昨日よりうまくいってる気がする。気がするだけかも。こっちやばいな。やっぱ水がうまく混ざってないっぽいですね。場所によってね、この水分の量がちょっと違うっぽくて、あ、こっちダメだな。よいしょ。まあ昨日よりはいいかも。うん、弁天もいい感じかな、昨日よりは。昨日のがね、なんか悔しすぎたから、今ね、マジで作り直してるんですけど、動画だよねってぐらい喋ってないよね。大丈夫かな。よし。これで最後と。はい、ということで今打ち直した麺完成しました。よかった。まあ、昨日よりはね、ある程度うまくいった感じではあったんですよね。打った感触としては、まあまあこっちの方がうまい麺になってると信じて、こちらの麺もね、使って食べていきましょう。で、これ最後作るの忘れてました。香味油作っていきます。たらまずは鶏皮ちゃんをじゃっと、こんなもんかな。そしたら鶏皮に火入れていきます。めっちゃ凍ってんだけど、やばいやばい、これ時間かかるわ。よいしょ。はい、今こんな感じでだいぶね、汁油の方が取れてきましたんで、これを一旦別の鍋に移します。よいしょ。鶏皮がマジでうまそうなんだけど、これめっちゃうまそう。あ、うまっ。
した鶏油の方にネギを投入してと。そしたらここから再度火をかけて、ネギのね香味油作っていきたいと思います。ネギ入れすぎたな。そしたら今これ火入れし始めてから2時間ほど経ちましたんで、お肉抜いていきたいと思います。いいよ。これさすがにね、丸鶏はチャーシューに使えないんですけど、ロースはチャーシューに使おうと思うんで、一旦はっけてと、ほい、ほい、ほい、えいっと。今ね、ちょっとこっちの方でチャーシューのタレ作ったんですよ。醤油と酒に生姜とネギを和えたものでございます。こちらのチャーシューダレでね、今取ったチャーシューをつけていこうと思います。よいしょ。はい、今こんな感じで漬け込みましたんで、ここからね1時間ちょいぐらい漬けていきたいと思います。たらこの炊いたスープ、こしながらね移していきます。よっ。よっしゃ。ってことで、スープはねこんな感じで完成でございます。あとはね、今この作ってる香味油と、チャーシューの方ができ次第ねラーメンを作っていこうと思います。なので、時間飛びまーす。はい、そしたら準備すべて整いましたんでラーメン作っていきましょう。でですね、最初はこちらの、昨日打ったね通常の麺ですね、こちらを茹でていきます。今測ったら、これ1杯目はね茹で前で 300g ですね。よいしょ。まあ、通常のラーメン屋さんの2玉分もうちょっとあるかなっていうぐらいですね。まず1杯目に作るのがこの醤油なんですけど、昨日作った醤油の返しを、15cc で1杯と。で別途でこの再仕込みの醤油ですね、こちらも 10cc と。で先ほど作ったね、この香味油、これを、よいしょ、10と。いや、なんか、製麺までさ、1から10まで全部自分でやると楽しいね。ちょっと、調子乗って飲んじゃおう。ほい。で、これね、最後、スープの調味料なんですけど、これ三温糖ね、少し入れちゃいます。そしたら最後に、スープを 300cc と。完成したスープはね、こんな感じですね。ちょっと映ってるかわかんないんだけど。はい。色味、見た目はね、めちゃめちゃ綺麗でございます。麺もね、早めに揚げちゃいます。撮影ですぐ食えないんで。よっ。おい。と。うんうん。ただ、先ほど作ったこのチャーシューね。でか。チャーシューでか。よいしょ。で、これね、ちょっとね、味玉作ったんですよ。これ味玉を乗せて、ちょっとアーリーレッドを多めに、さっと。最後に彩りで、三つ葉を。よいしょ。味玉もう一個いっちゃおうかな。2個で。はい。こんな感じで完成いたしました。金華豚と青森シャモロックを使った醤油ラーメンでございます。さあ向こうで食べていきましょう。よいしょ。はい、ということで今ねラーメンやっと完成しました。昨日は11時間煮て、今日もね 4,5 時間ぐらいやったラーメンでございます。よっしゃ、こんな感じ長かった。ちょっとね早速食べていこうと思います。いただきますと、ちょっとこれひとまずスープから。あ、うまいわ。あ、めっちゃうまいじゃんスープ。豚と鶏のシンプルな味なんですけど、やっぱねうまみに厚みがあるんで、ちょっと麺いってみよう。これ初の自家製麺だよ。よいしょ。ほいっと。うん、しっかり染まってる。あ、うん。あ、うまいうまい。しっかりね、うまいんだけど、ちょっとね、やっぱり麺の厚みがありすぎたかな。
もうちょっと細麺でよかったかもしれない。見てこのチャーシュー、見えるかな。めっちゃめっちゃうまかった。さっき味見したらこれがね一番うまいかもしれない。うめえ。なんじゃこりゃ、うめえ。今回ロース使ってるんですけど、さすが金華豚、めっちゃめちゃ柔らかい。製麺からねスープまで初めて一通り全部作ったものって考えたら合格点ではありますけど、やっぱりね全然ねお店に追いつけないですね。いい食材使ってもこのね仕込み方とかやっぱり家庭じゃなかなか難しい部分があるんで追いつけないな。もうちょっとね研究して作んないとダメだこれは。卵どうかな。お、うん、おいい感じじゃん。これとろよ。だいぶ黄身の柔らかさ、これプルプルだよ、プルプル。うまそう。うん、うまい。今回の味玉は白だし、お水、砂糖だけで漬けたやつなんですけど十分うまい。シンプルでいいわ。うん、うん、はい。ということで、今ね一杯目完食いたしました。続いて、作ったね塩ラーメン作っていきたいと思います。いやでももう満足してんだよな。よし作ろう。そしたら、2杯目の塩作成に向かいます。よし、まず麺入れてと。とりあえずこの塩だれ、こちらはね 30cc ですね。でこっちはシンプルに、この香味油2杯入れて、終わりでございます。はい。からまたこちらにスープを入れてと。こちらが、塩のスープの感じですね。わあ、めっちゃ溶けてんじゃん。めっちゃちぎれてんじゃん。ちょっとね正直これはね麺になってないわ。あーこれ失敗作だな。でもね塩食べたいからやっちゃう。まあ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 そんな時もあるでしょう。はい、ということで、こちらのね塩も完成いたしました。早速向こうで食べましょう。いやーこれ失敗だ。はい、ということで2杯目完成いたしました。2杯目がね、こちらの塩ラーメンでございます。ただ正直さっきね、麺揚げた時に失敗したと思った。うん、麺がね、麺じゃなくなってました。まあ、ただね、この全粒粉味はわからないので、ちょっとね、このスープと一緒に食べてみましょう。改めて、いただきます。やつ2本目いこう。スープはうまい。あっさりとしてますけどね、あのホタテの貝柱の香りは映ってますね。どうしようこれ麺すすれないんだけど。いっか。あ、味はうまいな。中華麺とほんとお蕎麦の間って感じ。香りはねしっかり出てますし、香ばしさとかね。ただどうやってこの形を保つか。いやこれ悔しいな。ちょっとねあの全粒粉を使った麺の作り方、勉強してまいります。スープにすげえ小麦が映っちゃってる。むずこれチャーシューうますぎんな。金華豚うまい。うんうん、あうまかった。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいま、ラーメン2杯食べ終わったんですけど、僕のね、この調理方法とかの、ま、経験不足っていうのかな、それによって、あんまりね、思ったほど材料の旨味が引き出せませんでした、正直。もっとね、こう、普通の食材を使って、回数こなしてね、こう、旨味の引き出し方を覚えないと、とてもじゃないけどね、扱えない商品だなと思いましたね。次こそはね、ま、納得ができるようなうまいラーメンが作れるように、改めて頑張りたいと思います。2021年の抱負はうまいラーメンを作ることですね。は
はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。悔しい。